ご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや、肉の方からやってきた。あ、PC 復活おめでとう、ありがとう、みんな。今日お昼くらいにね、シシルボタンが家に来てくれまして、もう一個ずつね、取り外してね、全部確認をしてくれまして、で、ね、待ってね、シシロにね、聞いたんだ。こうやって言えばみんなに伝わると思うよっていうのに聞いたから、結局壊れてたんだよ。グラフィックボードがなんかおかしくて、でネネのサブのパソコンのグラフィックボードを試しに外してつけてみたら、メイン PC でもちゃんとアークが動いて、あ、やっぱりこれはグラフィックボードがおかしいねっていう話になって、シシロン先生曰く、みんなに伝えるときに、これ言うと伝わると思うよっていう言葉をいただいてます。グラボは、ハードウェア的に壊れてた可能性が大って感じだって。ソフトウェア上での問題は交換前まではなくて、そうで、結局、まあ、グラフィックボードは、なんか物理的に交換しないと、で、グラフィックボードが、なんかま、壊れてて、で、それをね、シシルね、どうしよう、シシルどうしようって言ったのね、ネネが。だから、ついてってあげるから、買いに行こうって話になって、二人でね、デートして買ってきました。で、いいでしょ、みんな。シシロンとお買い物行くのね、何気に初めてだったからちょっと楽しかった。グラフィックボードを買いまして、で、もともと、ネネのパソコンについてたグラフィックボードは、3080っていうのがついてたんだけど、まぁ、ちょっとパワーアップしたらって言われて、3080Ti にしました。3080Ti をつけました。だからネネのパソコンはRyzen 9の 5950X に 3080Ti が乗った最強つよつよパソコンになってしまった。メモリ64、よかった。全部買い直しにならなくてよかった。で、まあ電源的にも問題ない。だから見て、サクサクプレイ。だから今日は嬉しみのね、アークをね、していきたいと思います。でもね、あんまり